教育費にすごくお金がかかっているっていうところがすごく改善するべき点ではないのかなと思っています。結婚して子供ができた後などを考えると思うので、やっぱり医療費は考えると思うんですけど、自分は山が住んでたんですけど、山鹿市では18歳まで医療費はゼロなんですけど、こっちでは1200円。その制服にかかる費用っていうのが結構その教育の中で、結構かかってきているっていうところ。熊本市が開いた若者の意見を聞く場で上がったのは子育てに対する不安の声ばかりです。国が発表した日本の先月1日時点の15歳未満の子どもの数は前の年より33万人少ない1401万人で43年連続減少、50年前と比べると半減しました。同じ時点の都道府県別データは示されていませんが、熊本県は去年10月時点の子どもの数が21万9千人、多い順に見て全国20番目ですが、前の年から4千人減っています。県内で最も人口が多い熊本市は政令指定都市移行への要件としていた人口70万人を維持するため年間の出生数7000人を目標としていますが、2012年に政令市に移行して以降、2016年に初めて7000人を割り込み、おととしの5792人まで7年連続で目標を下回りました。人口減少を最重要課題に位置づけている熊本市は、子どもや子育て施策の指針となる熊本市子ども計画の策定を進めていますが、若者は子育てに対する明るい将来を描けていません。街中で聞いてみても、お休みが取れるかなとかはやっぱり思うし、なんか復帰するタイミングがちょっと迷ったりするかな。お母さんとか側の健康の面で鬱とかなったりしないかなとか思います。子育てに対し抱いているのはマイナスのイメージ。人生の選択に関する考え方も多様化していて、子育てとの両立に難しさを感じている人も多くいました。自分のために使えてるんです。こうなったら子供持っても大丈夫かなって思うタイミングって、タイミング結婚して、経済的に少し、余裕とかができてきたらでしょうか。将来の、夢とか、ね、そういうのに優先したいなみたいな感じです。将来の夢って何ですか？将来の夢はパティシエを目指して。国が5年ごとに実施する出生動向基本調査では、18歳から34歳の未婚男女およそ4080人のうち、結婚することの利点として自分の子供や家族を持てると回答した人の割合は減少に転じ、特に女性では前回の調査から10ポイント近く減少し 39.4% に。また男女ともに6割以上で生きがいとなるような趣味やライフワークを持っていると回答。個人の生活などを大切にする考え方を持つ人が増えています。このような中、子供を産む若い世代が子育てに希望を持てるようにするためにはどうすればよいのか、子育て支援などに詳しい熊本大学法学部の倉田佳代教授は、家族を持ち子育てをすることで人生が豊かになる可能性を見出せること、育児を理由とした時短勤務の同僚を子持ち様と揶揄するような風潮、子育てをしている人としていない人の分断を解消することなどが必要とした上で、将来成長し社会の担い手となる存在である子どもを増やすことが社会全体のメリットとなるということを国民全体が共有しなければならないと強調しました。ここ50年で半減した子どもの数、若者が子育てに明るい将来を描ける社会づくりが急務です。